こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。ノースウォード前に行きそうです。成田ブライアン、それに続いています。さらにはビクトリーブレイブ、6番マウントウイング、その後ろ。先頭に戻りましょう。先頭はなんと成田ブライアン、場内ドッと開いています。その外からビクトリーブレイブ、内からはマウントウイング、青の帽子ノースウォード、その後ろ。すぐ隣にマティアラ、その横にデフィニットアーティクル、内からはプラウドリーフ、その外からムーンライトエーム、その外にリッジウッドパール、緑の帽子ヒートスイング、その後ろ。その外にスピークゴージャス。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前に戻りましょう。マウントウイング、先手を取りました。さあ先頭はまだ6番マウントウイング、ビクトリーブレイブ、ほとんど差がありません。デフィニットアーティクル、3番手成田ブライアン、これはいい位置につけています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって成田ブライアン、成田ブライアン先頭、残り 200m、 成田ブライアン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。デフィニットアーティクル追いすがります。成田ブライアンもう一伸び、成田ブライアン1着、成田ブライアン1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。成田ブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エンジェルインマイハート、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエンジェルインマイハート花に立ちます。その後ろからはスピンコンサート、この馬も上がっていく構えです。さらにはマッハレインボー、13番ストラテジックチョイス、その後ろ。それでは先頭から各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。先手を取ったのはティーオブラック、ストラテジックチョイス、すぐ後ろピンクの帽子マッハレインボー、その後ろ。すぐ隣にシャープチケット、サクラローレル、好位をキープ、キャピタルミラージュ、そのうちに続いています。その外にスピンコンサート、並んで8番イージーシャワー、ミリオンベット、この馬もこのグループ。すぐ隣にランキルデア、内からはエンジェルインマイハート、先頭は依然としてティーオブラック、マッハレインボー、ほとんど差がありません。ストラテジックチョイス、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ティーオブラック先頭、ストラテジックチョイス先頭、2番手はサクラローレル、先頭を捉えるか。やはりサクラローレル先頭だ。サクラローレル頑張る。ここで先頭に立った。サクラローレル、サクラローレル先頭、2番手はストラテジックチョイス、2番手はストラテジックチョイス、サクラローレル、この馬で決まりか。サクラローレル今ゴールイン、段違いの強さです。サクラローレル1着、2着はストラテジックチョイス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サクラローレル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら浦和競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウッドマン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウッドマン鼻に立ちます。その後ろからはブライアンズロマン、この馬も上がっていく構えです。さらにはカワチシュール、5番ローズレッド、その後ろ後方に控えたのが山の成功。それでは先頭からウッドマン先手を取りました。2番手に2番カワチシュール、内からはヘルスシャーク、さらにはグローバーン、青の帽子橋の太夫、その後ろすぐ隣にヘルスボックス、内からはローズレッド、その外からポリティクルーズ、その隣にモリユープリンス、最後方に山の成功。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてウッドマン、ウッドマンさらにリードを広げました。2番手はカワチシュール、これは絶好の手応え。ブライアンズロマン3番手、短い直線に入って後続は届くかどうか。残り 100m、 カワチシュールさらに突き放します。2番手はヘルスシャーク、カワチシュール1着、カワチシュール完勝、カワチシュール1着、2着はヘルスシャーク、勝ったのはカワチシュール。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はアメージングレイス、あと 200m、 先頭はアメージングレイス、残り 100m、 走る将軍、抜けたアメージングレイス、追いすがります。走る将軍、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はサークルアワー、あと 200m、 一気に後続がやってきた。一気に捉えるか、河内大王、河内大王抜けた。2番手はサークルアワー、河内大王1着、河内大王完勝、河内大王1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、河内大王。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発走です。さあ最後は大外枠のエアグルーブ、ゲートに入って体勢が整いました。
タートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。スピードファクト前に行きそうです。エアグルーヴそれに続いています。さらにはフィールドランド15番アグネスシャインその後ろ。では前の方から見てみましょう。アグネスシャイン先手を取りました。その隣に名勝八重垣好位置をキープしています。エアグルーヴ光栄エリザベスそのうちに続いています。その隣にオレンジキャッスルその外からメジロスペインピンクの帽子マイネセンチュリーその後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のエアグルーヴ現在先団に取り付いています。では前の方から見てみましょう。スピードファクト先手を取りました。アグネスシャイそれに続いています。オレンジの帽子名勝八重垣その後ろ。内からは光栄エリザベス 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。では前の方からスピードファクト先手を取りました。2番手に18番エアグルーヴオレンジの帽子アグネスシャイその後ろ。すぐ隣に光栄エリザベスその横に名勝八重垣マイネセンチュリーこの馬もこのグループ。内からはオレンジキャッスル。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてスピードファクト2番手はエアグルーヴこれは絶好の手応え。アグネスシャイ3番手さあエアグルーヴ前を捕まえられるかどうか。ここで先頭に立ったエアグルーヴ突き放しにかかります。2番手は名勝八重垣名勝八重垣必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m エアグルーヴ先頭だ。エアグルーヴ力強い伸び足後続はまだ後方です。2番手はエアグラスエアグルーヴ独走エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着2着はエアグラスエアグルーヴ牝馬2冠達成。あとは秋華賞を残すのみ牝馬3冠はもう目前だ。